はい、どうもヒログランスです。今回もチーム紹介久しぶりにねやっていきます。いやずっとねオーシャンカップやってたんですけども、そのチームも終わりまして、はい、では新しいチーム紹介をやっていきたいと思います。はい、こちらですね。大体ねこれ見たらね、まあ、レアルなんだろう、レアルか、まあ、フランスかって感じじゃないですか。まあ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 想像してくださいよ。まあまあ、じゃあ次いきますよ。この次、最初ベンゼマね、ベストイントベンゼマ、かっこいいね。はい、次、あ、やべ、クリロナですね。はい、ベストイントクリロナ。ということは、もう決まりですね。はい、こちら、ベイルですよ。これね、揃えました。はい、揃えました。はい、ちょっとね、はい、頑張って揃えました。ということは、もう、レアルですね。ベストイントレアル。まあ、レアルね、何回もやってるんですけども、まあ、本当はね、やりたくないんですけども、まあ、レアル、ベストイント、ある、揃ったんで、やらなきゃいけないっていうね。はい。これ出さなきゃね。で、ジャラミンディ。と、モハマド・ディアーナね。これ、いつもの通りですよ。で、まあ、ディフェンスも正直いつものなんですよね。ペペと、カンナバロ。もうね、何回もそうなってますよ。はい。と、バラン。バランね。と、セルヒオ・ラモス。これもね、これね、お菓子めっちゃ強い、これね。うん。これもお世話になってますね。と、普通、カシージャ作るんですけど、コンバージョン、結構カシージャ。はい。と、マルコ・アセンシオかな？うん、コンバージョンね。と、マリアヌ・ディアスか。はい。これもコンバージョンですね。追加カード。と、ハミス。ねえ。と、カゼミロのブレイクスルー。と、ナチョフェルナンデス。コンバージョン。はい。このメンバーですね。でもやっぱりね、かっこいいのもあるんだけど、これを使うとどうなるかが正直わからないので、ちょっと楽しみなんですよね。はい。でもベストユニットのやつが、レアルじゃなきゃダメなのかというのもわからないので、個人的には。はい。ベンズマがね、大体いつも怪しいので、まあ、今回はやってくれるんじゃないかとね、期待して、オーシャンカップまた取りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。